片田神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者、内宮の拙者27社のうち、第15位である。二見ヶ浦が内宮と下宮の両宮に収めるお塩が生産される契機となった神社であり、土地神を祀る。三重県伊勢市二見町茶屋座片田四百442の2に鎮座する。縁起式神明朝の、榎の木村神社、大国玉伸目神社双方の論者となっている。 片田神社を大国玉のび名神社に否定する見解は、渡来の米行や友の信友が述べており、その田森吉は、片田神社の西方に大国玉のび名神社があったのではないか、と述べている。他に、宇治山田神社が大国玉のび名神社の論者となっている。社地の面積は二単五世十一歩。身体は石であり、社殿は、 長さ4.24尺、広さ5尺、高さ6.5尺で、ある。祭人は、スケミと姫命、の土地の神とされる。式内者、大国玉の美美神社の光景が、片田神社であると考えると、スケミと姫命のは、伊勢国の大国玉の、すなわち伊勢ツビ子の娘となる。スケミとは、鎮座地の古い地名である。山と姫命のが諸国を巡行し、二見の地を訪れた、際に、 土地の神である、スケミと姫命はヤマト命に剣士を立てまつった。ヤマト命はこれを喜び、カ田神社を定めた。ただし、スケミと姫命はヤマト命に進んで方城を報じたわけではなく、ヤマト命の質問に一切答えず、黙って剣士を報じることで、自らの開拓した土地を差し出すことにせめてもの、抵抗を示したのである。これが、二見ヶ浦で、 内空、下空へ収めるお塩を生産する起源となった。片田神社は一時祭祀が中断したものの、荒木田氏常が、影響6年に再興し、漢文10年に、二見が、神領に服すると、江戸幕府は領民に再礼と戦愚を命じ、こぞって奉仕したという。1921年3月に、建て替えが行われている。おとなさんの再録。 伊勢市役所二見総合支所の向かいに鎮座する。付近には二見旅館街があり、旅館街を抜けると二見沖北間神社に到達する。JR 三宮線二見ヶ浦駅から徒歩約6分。二見総合支所前はステーからすぐ。自家用車利用の場合、伊勢二見とバライン二見ジャンクションより国道42号を経由約1分である。ありがとうございます。